皆さんどうも、はい、こんにちは。こんにちは。白熱フットボールタクティクスチャンネル、早くも第6回目の配信でございます。6回目です。今日のナビゲーターはタカと、最近コーヒーを飲みすぎの中です。コーヒー飲みすぎ、家にいるとね、やっぱ飲みたくなっちゃうんですけど、まあ、1日3杯ぐらいに収めてます。3杯でも結構おしっこ出るでしょ。おしっこはたくさん出ますけどそんなことはいいんです。あの J リーグの開幕ももう少しですけど、同時にこのオリンピック世代のね、うん、あの代表の選手たちの決定ももうそろそろ近いということで、うん、柏レイソルからもぜひ世界に羽ばたいてほしいということでね、ちょっとそこをね、ちょっと深めに見ていきたいなと思います。東京オリンピック代表特集ですね。日本の日の丸をね、背負ってほしいオリンピックで、そう、柏の誇りの選手たちが世界に行くと、はい、ということでね、ちょっと早速ね、見ていきたいと思います。見ていきましょう。はい、はいはい、ということでね、まず2021のね、あの柏レースのメンバーをまずざーっと並べてます。でその中で、あのピンクの星ついてる選手が今季、うん、あの新加入の選手たち、うん、で赤字の人たちがね、今回のオリンピックの選考対象の人たちです。なるほど。まあ、1997年の1月1日生まれ以降ということで、2021年で24歳になる子たちですね。結構いるように見えますね。やっぱこうやって見ると若い子たち多いチームだなと。で黄色の枠が込みがね、まあ、あのこの中でまあ有力というかね、まあ一応監督のね、うん、あの候補に上がるんじゃないかなと私は勝手に思った。監督候補の中にはサビオとかアンジェロって入んないですか。いや、あのね、まあ、日本代表という意味では、ね、入らないかなと。世代的にはそうだけど、ね、世代的にはね、あ、まあ、あの選考対象なんですけど、ね、なるほど、うん、日本代表ではないという一応並べてみました。レイソルから来そうなのが古賀、滝本、大南、神谷と。まあ、あの上島もね、本当入れたかったんですよね。最近福岡で大活躍してますから。そうですよね。でただこの直近のね、あのこの後お話しますけど、2020年の12月末の、ね、トレーニングに呼ばれてないんですよね。ああ、ありましたね。うん、まあなのでちょっとあの覗かせていただいてますけど、うんうん、まあ一応この4人ぐらいかなと思ってます。滝本、神谷、確かに世代別代表だったからっていうのもあるけど、最近あんま呼ばれてないでしょ。そう、最近あまり呼ばれてないの、うん、まあ、うん、メインどころも、まあ、古賀と大南、うん、そうだね、かなと、うん、この2人かなと思ってます。なるほどなるほど。一応あの右上の方にね、今後のスケジュール書いてるんですけど、はい、まあ、コロナでどうなるか分かんないですけど、一応親善試合結構用意されてるんですね。おうおうおう。で、グループステージの組み合わせの発表が次の4月のどっかであるので、おそらくそれで対戦相手とか、まあ、そういうのを見て、そのあたりで代表も決定するんじゃないかと。なるほど。いうことで、まあ、J リーグ開幕してますから、まあ、この J リーグ開幕直後の活躍とか、あ、なるほど、ね、まあ、そういうところも多分選考に関わってくるんじゃないかなと予見してます。なるほど。あ、そっか、4月だともう開幕してますし、普通にもうね、結構活躍した選手も目がね、つけられるぐらいですもんね。そう、だからその時の怪我の状態とかね、うん、活躍具合とかね、いろんな状況がその考慮されるんじゃないかと。確かに。いうことで、まあ、J リーグもね、この選手たち中心に見逃せないかなと。なるほど。思ってます。ちょっとじゃあ、アンジェロっていうところも入るかもしれないですね。アンジェロティとかね、舞台ブラジルの方でね、入るかもしれない。なるほどね。そうなんです。ということで一応入れてます。なるほど。はい。って感じでね、あのちょっと次のページでね、この選手注目選手たちのね、直近の状況ちょっと見ていこうかなって思います。いいですね。はい、行きましょう。はい。ということでね、2020年12月22、うん、もう年末ですね、うん、にあのトレーニングキャンプでね、招集されたんですよ。あった、あった。はい、の時のメンバー一覧並べてます。確か大南はあの時怪我で離脱してましたね。あ、そうなの、呼ばれたんですけど怪我でね、あの招集を見送った、うんうんうん、ということで、あの実際に参加はしなかったんですけど、一応呼ばれているので、うんうん、まあ、古賀太陽と大南、柏でいうとですね、左下に黄色くしてあります。赤いのは何ですか。赤いのは、ね、右上に書いてあるんですけど、初招集ですね。おーおー、結構いるんだな。今回まあ国内組でまあ固めてるんですけども、うん、まあ、今回初招集をね、結構試しで多分呼んでるのかな。そっか、今回国内組オンリーだったんだ、うん、オンリーです。海外もいればもうちょい前線が確かにリッチになりますね。そうなんですよ、前線リッチになるんですけど、一旦ね、うん、国内組ということで新戦力もね、だ今回この赤字の人たちって J リーグで活躍したね、2020年の方々だと思うので、うん、まあそこも呼ばれましたと。なるほど。でですね、最終日にね、試合してるんです、うん、キャンプの最終日とかね。そう、ね、うん、大学選抜関東と。ほう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 。関東大学選抜の練習試合。それも結構強そうだけどな。あ、でもね、今回ね、基本4年生とかがね、あの全国大会控えていたから、あ、向こうもね、ベストメンバーではなかったみたい。 B チーム的な感じね、うん、大学3年生以下のチームだったみたいなんだけど、うんうん、結構ね、監督がね、そっちの8分かけてこの試合でもう歴史変えるぜみたいな、ほう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 、もう日本代表任せてやろうぜみたいな感じで気合入りまくりだったらしいんですけど、ちょっとその試合のね、フォーメーション、なるほど、をここに並べてます。うんうんうん、で一応ね、練習試合は45分前半、うん、で後半45分、うん、ともう1本30分
なるほど。のね、3本のね、うん、変則的なマッチでやってね、うん、とね、あの全員60分フィールドプレイヤーはできるようにっていうので、まあ、そういった試合をしています。そういうことか、うん、はいはいはい、っていうのでね、ちょっとそのねフォーメーション次のページで見てみようと思います。なるほど。はい、はい、こちらは、関東大学選抜の1本目の試合の、ね、1本目の試合先発のメンバーです。前半の45分と後半のプラス15分で0分から60分ほどかな。そう、計60分、ね、うん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 、で一応1得点ね、あのセンターフォワードの1ミーが得点決めたんですけど、うん、一応内容としては結構代表経験が少ない選手が多かったのもあり、まあ確かにこうやって見ると赤字の選手多いですもんね。はい、あとはまあトレーニングもね結構あのきついトレーニングだったみたいで結構疲労も見えたと試合前にきつくしたんですか。そうなんですよ、森保さん鬼畜ですね。そうなんですよ、っていうのもありね、ちょっと動きとしては結構乏しい試合だったみたい。なるほどね、うん、ちょっと得点は入りましたけどね、うんうん、っていうね、まあやっぱりこの一級品集まってるなと。いい選手多いですやっぱり、うん、Jリーグで柏もね対戦した時に結構やられてた若い選手多いなっていうね、うんうんうん、はい、FC 東京多いな。 FC 東京ね1本目多かったんです。なるほど、はい、これが1本目です。はい、はいはい、こちらが変則マッチの2本目、うんうん、ですね。メンバーだいぶガラッと変わりました、うん、でここでね我ら柏レイソルの古賀太陽がわ左サイドバックということでね、でこっからねあの2本目からね1本目とは異なってですね、だいぶボールが動くようになったらしくて、ね、なるほど、うん、それはなんか太陽が入ったからっていうのもあるのかな。いやーそういうことにしときたいねそういうことにしときたい。得点のところ残り3点入ったんですけども、うん、まあ、橋岡のね65分の得点、うん、まあ、こちらコーナーキックからだったんですけど、あのヴィッセル神戸のねあの合計のコーナーキックからだったんですけど、うん、それが結構、はい、流れの中からねちゃんとあと2点入ってね、うんうんうん、まああのなかなかにねあの、まあ、大学生相手とはいえどもですね、うん、結構流動的なサッカーができたと。内容は良かったと。内容は良かったみたいですね。やっぱ古賀太陽もね今まで、まあ、呼ばれてきましたけど、うん、結構うかうかできないなと。確かに。なるほどね。ズバリ太陽のライバルは誰なんですかね。ちょっとねこの後お話しおなんかあるんですね、うん、ちょっとこれとはまた違う話をねちょっと一個して終わろうと思うのでちょっと次行っちゃいましょう。はい、行きましょう。はい、ちょっと違う話を最後するんですけど、ほいほい、今のいわゆるオリンピック世代の子たち、うん、コロナでね親善試合とか結構なくなっちゃったんですよ2020年。そう、ね、で今あの上にね書いてある2020年のこの U23 アジア選手権、うんうんうん、これがねあのこの子たちの世代ので、ね、最後の代表戦なんですよ。公式戦ってこと？そう、もう1年以上前。そうなんですね。そうで、その時ねあのアジア選手権のグループリーグ敗退というね結構これねニュース騒がせましたけど、うん、その時の試合、グループリーグの試合3つあの3バックのこれがディフェンダー3人を並べてます。おで一番上がその時の初戦サウジアラビア戦なんですけど、まあ、左から古賀太陽、あと岡崎、渡辺と F と勢ですね並べてます。でこの試合負けたんですけど、おこの次の試合から古賀太陽スタメン外れるんですよ。外れましたね。これちょっとねやらかしちゃった。あ、なんかやらかしちゃって見た気がするわ。ちょっとね、ちょっと不用意なね、ちょっとパスをかっさられてね、やってしまってね、ちょっとそれ引きずってしまってね、そこからちょっとスタメン外れてしまったんです。なるほどね。これが最後なんですよ。やらかして町田ってやつ取られたと。そうなんです。鹿島の町田に取られてしまったんですね。っていうのをちょっと書いてます。なるほどね。でちょっと一番下にね。ご参考って書いたんですけど、うん、板倉と冨安に関しても皆さんご存知だと思うので、うんうんうん、もう触れなくていいと思うんですけど当然入ってくると思うんですね、うん、まあ、年齢も24歳以下ですからね、うんうん、この吉田麻也が入ってくるかもしれないと。なるほど。そうでもう一つね、その森保監督がねあの、まあ、3バックこの時やってましたと、もともと3バックが好きな監督ですと、うんうんうん、でまあ関東大学選抜とかな試合では今回ねは4バックでしたけど、うん、4バックでしたね。要はそういう状況に応じてこうセンターバックとかね、もしくはサイドバックとかね、ほうほう、こうポリバレントに活躍できる選手の方が、ポリバレントそうの方があの厳しいね、あの少ない人数を先行しなきゃいけない中でちょっと有利に立てんじゃないかなって思ったんですよ。確かに、まあ、センターバックもできるサイドバックもできる選手の方がそれは重宝されますわな。そうだ、この中で入ってる名前だと例えばボルーナ、冨安とかね、どっちもできるじゃん。できますね。でしょ。で、まあ、古賀太陽もね、2020年シーズンはかなりセンターバックどっちもやってましたもんね。いい縦パス出してましたし、いいんじゃないですか中さん。これそうサイドバックもやってましたと。うんうんうん。でまあ、一番下の板倉とかね、オーバーエイドの吉田とか、うん、まあ、入ってくるとなると、うん、残り枠少ないわけですよ。ディフェンダー、まあ、4、5人ぐらいか。そう。で、誰と争うのかなって思ったときに、今までの実績含めると、多分ここに書いてあるね、
浦和の橋岡なんじゃないかなって踏んでます。橋岡も確かにセンターバックもサイドもできますからね。そう、橋岡どっちもできるんですよ。なので、まあ、そこのポリバレント枠みたいなところで橋岡と勝負なんじゃないかなって踏んでます。なるほどね、うん、橋岡ももうレギュラーでね、浦和でこうちゃんと定期的に試合出てますし、出てますよね、うん、町田ね、鹿島の町田、ここに書いてあるは、ね、時々外れちゃったりするんで、なるほどね、なるほどね、出たんですよ2020年、うんうん、っていう意味では、まあ、渡辺もね FC 東京の今ノリに乗ってますけど、まあ、そのポリバレントさという意味では、ね、浦和の橋岡と柏の効果対応、まあ、ここがまあどこまで食い込んでくれるか、なるほど、ここにかかってるんじゃないかなと思います。橋岡がライバルですか。はい、なのでちょっとね2021年シーズンね、効果対応もちろん活躍見たいんですけど、ここにね書いてある、もしくは先ほどのね、あのフォーメーションで書いたねライバルたち、うん、特にディフェンダーのね、なるほど、かつポリバレントな選手、なるほどね、っていうのをちょっと注目して見ていこうかなと。その辺の動向は、ね、目が離せないですね、はい、目が離せない、ちょっと見ていこうと思います。なるほど、はい、さてちょっとここは私が話しますね。主要国注目プレイヤー、そう、まあ左側に日本以外のライバルなるチームをざっと書いてまして、強いな、ちょっとちっちゃいんですけど、うん、その横に書いてあるのが注目プレイヤー、これみんなオリンピック世代ですか。みんなオリンピック世代、もう一番の注目はあれでしょ、ムバッペでしょ。ムバッペなのかムバッペなのか分かんないですけど、そう、あのロシアワールドカップでね一世を風靡した男ですよ、うん、いや強いっすね、うん、あとまあ海外サッカー好きの皆さんは結構震える名前が多いんじゃないですかね。あとアンスファティとか、ね、ファティね、いや若いのにね、2000年代生まれでついに来ましたよ、ついに2000年代生まれですよ。ついにか、そう、ダメだよそれだけは。ギリギリ90年代後半まではなんか親近感ありますけど、もうなんか世代変わっちゃいましたもんね。そう、カラオケがもう合わない世代、合わない世代ですよね、うん、かなりね、あのビッグネームがこうやって言うといるんですよね。いるね、若い世代でもね。でもさっきあの中さんも言ってましたけど、オーバーエイジ枠ね、うんうんうん、これあのドイツってあんまりこの世代あんま強くないんですけど、ドイツそのせいもあってなんかオーバーエイジでポコスとか入れてくんじゃないかって噂がありますよ。なるほどまあ過去のオーバーエイジ枠でね、あのネイマールとか出てましたからね昔ブラジルですけどブラジルね、うん、ロナウジンギョとかも結構もうえげつない選手がもうね出てくることが多いんで、海外は。でもそういう選手出ると若手選手も結構ね、まあね、発奮しますよね。まあね、まあね、うん、確かにオーバーエイジの選手と争って、まあ、成長するってありますからね、うん、そうよ、うん、そうだね、古賀太陽がぜひね、うん、こういう有名選手を抑えてるところをね見たいですね、見たいね、はい、うん、まあ古賀太陽だけじゃなくてね、大南とか、ね、そうね、そうね、まあ、もしかしたら上島とかね、そうね、神谷とかね入ってくるかもしれないのでね、そんな柏のスターダストたちの活躍に期待したいと思います。期待しましょうよ。